ただいまから、情報計測オンラインセミナーの第2回目を開催させていただきます。本日は、この情報計測オンラインセミナーにお越しいただき、誠にありがとうございます。本日、司会を務めさせていただきます、大阪大学産業科学研究所の鷲尾隆です。それでは本日第2回目となります情報計測オンラインセミナー。本日の講師は北海道大学電子科学研究所小松崎民先生です。で、ここで簡単ですが、先生のご略歴を紹介させていただきます。小松崎先生は1994年に総合研究大学院大学生物化学研究科博士課程を修了され、同94年、財団法人基礎科学研究所、これは現在京都大学福井健一記念研究センターとなっております。そちらの研究員をされ、同時に日本学術振興会の特別研究員もなされております。また、98年からシカゴ大学化学科、化学科ですが、こちらのリサーチアソシエイトをされております。で、99年から神戸大学理学部地球惑星科学科自然系科学の助教授をされ、2007年から北海道大学電子科学研究所の教授をされております。2015年から2020年には同大学付属の社会創造数学研究センターセンター長。2018年には同じく北海道大学化学反応創生研究拠点の主任研究者をされております。先生は数理化学と化学物理、生命科学の間の学際領域の研究を展開されておられます。特に近年は計測を通して情報解析をオンラインで実施し、最適な照射パターンを計測系フィードバックし、計測を飛躍的に迅速化する一細胞ラマン分光計測技術を開発されております。本日この辺のお話を聞けるものと期待しております。では、これから小松崎先生のご講演に移りたいと思います。では、先生、ご講演の方をよろしくお願いいたします。もう、すでに画面の方切り替わっておりますので、このままお始めください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。北海道大学の小松崎と申します。本日はこのような機会を与えていただいてありがとうございます。このセミナーシリーズの、運営委員の、副委員長を務めさせていただいているんですけれども、基本的には、鷲尾先生のもとで、鷲尾先生に、全面的にお世話になっている状況であります。はい、今日はこのようなタイトル、強化学習を用いたラマン計測迅速化というタイトルで話をさせていただきたいと思います。はい、今日はこのような、順番で話をしたいと思います。まずは、私が考える情報計測科学の位置づけ。第1回目の、鷲尾先生のご講演を聞かれた方はいらっし、方がも、あの、多数いらっしゃると思うんですけれども、鷲尾先生が、かなり情報計測科学を俯瞰したお話をされておりますので、私は1枚もののスライドで自分の考えを述べたいと思います。で、その後、私が最近研究をしています、ラマン計測迅速化の話を、まずは問題点、データ科学の視点からの面白さ、あとはその研究戦略、で、その中で、強化学習の一つである多湾バンディット手法についてご紹介して、で、ラマン計測迅速化のバンディット手法戦略というものをご紹介いたします。で、そのシミュレーションの結果等をお示しした後で、私たちが実際に共同研究している阪大の藤田先生たちと一緒にやっているそのラマン計測迅速化のアルゴリズムを加えた顕微鏡システム開発についてご紹介いたします。その後、この研究を通して明らかになった新しい問題として分類バンディット問題というものを提示いたしました、それについても少し述べさせていただいて、最後展望という形でまとめてみたいと思います。ということで、まずは情報計測科学の位置づけであります。
従来の、計測科学と水情報科学の間の共同研究という形態を考えますと、どういうものがあったかというと、まあ大雑把に言うとこういう形のものであったかと思います。すなわち、計測をした結果、データを水情報科学に渡して、それを解析してもらうというものであります。もう一つは、水情報科学の方でシミュレーションなり、理論なりをして、計測をしてそれを確認するという研究のスタイルです。まあ、これを従来型の一方向的な共同というふうに私は命名いたしております。で、これからの、研究のあり方っていうのは、まあ、双方向的な共同が必要であろうと。つまり計測をしながら、数理情報科学の解析のに乗せて解析し、その結果結果をオンラインで計測科学にフィードバックすることによって、それをぐるぐる回すというタイプのものであります。で、これは従来型の一方向的な共同研究と違って、オンラインで双方向的に共同研究を展開するという形のものです。で、なので、例えば計測データを解析する。既存の水位情報科学手法計測データの解析に応用するといった一方向的な融合ではなく、解析しながら計測系フィードバックして計測を飛躍的に加速するなどの相撲でいうところのガプル4つの新しい融合研究というのが、この情報計測科学に求められているものではないのかなというふうに思います。あと、もっと難しい、設定としては、このような、異分野の学問を融合するということは他にもいろいろ例があります。ただ長続きしない例としては、やはり、お互いの学問分野にとって、とても面白くなくてはいけないと。なので、まずは数理情報計測科学の研究においては、まずは数理情報科学にとって、面白く、かつ計測科学にとっても面白くないといけないという、これを、我々は課すべきかなというふうに思っております。で、例えば生物物理学っていうのは日本で生まれたんですけれども、その生物物理学を最初にこう作られた大沢文夫先生という方は、生物物理学というのは生物にとって面白いだけではダメで、物理にとって面白いだけではダメで、両方にとって面白いものをターゲットにしなくちゃいけないということを言っていて、まあ、それ非常にいい言葉だなというふうに思っています。まあ、それを情報計測科学にも我々は展開していくべきかなというふうに思っています。はい。で、じゃあ、早速私の話を始めたいと思います。ラマン計測迅速化。まずは問題点、データ科学の視点からの興味であります。まあ、何人かの方は社会説法かもしれないですけれども、ラマン分光計測っていうのは平たく言うと、計測仕様に含まれる、分子振動およびその時空間情報を網羅的に検出する分析手法の一つです。普通の傾向を、標識するものと違いまして、まあ、非破壊で非標識的にサンプルを観測することが可能であるということ。あとは、資料内の分子の網羅分析が可能であるということ。これは、どういうことを言っているかというと、蛍光分子を標識するのが不可能なような小さな分子に対する情報もラマンのデータの中には隠れているという意味であります。で、最近知られているのが、細胞組織の形態情報のみに依存する病理診断の信頼性が飛躍的に向上されるということが、いろんな知見から分かっています。ただし、問題としては、計測に時間がやたらかかるということで、計測の迅速化が喫緊の課題になっています。で、普通どうやって迅速化するかというと、見るべき波数帯を、絞って計測するとか、するような計測の手法があるんですけれども、今回は、そういう手法ではなくって、数学的な精度を保証しつつ、すべての波数の情報を反映し、さらに計測を実測化するという戦略であります。
それを、考えています。で、これは例えば、ラマン分光計測装置のうちの、ラインスキャン型の計測装置の概念図です。ここに細胞の資料があって、ここに、ライン型の光をこのように照射して証明いたします。で、波長の違いにより各波数成分は、この分光器ディテクター側で検出際に分光されます。で、それをこう読み取っていくというのが、このラインスキャン型のラマン分光装置の概略図です。で、1細胞あたり平均60ライン計測する必要が往々にしてありまして、1ラインあたり大体7秒かかります。CCD カメラの場合7秒かかります。で、仮にスキャン方向におよそ100細胞存在する組織を計測する場合には、6000ライン計測することになって、単純計算すると11時間かかります。まあ、このような長時間かかる場合には、医療現場への応用が大きな妨げになっていることが容易に想定できるかと思います。で、これが問題点でした。あとは、このラマン分光イメージングのデータ科学的な立場からの特徴としましては、まあ、データが膨大であるということ、まあ、いわゆるビッグデータであるということですね。あともう一つは多様なスパース性を持つということです。この多様なスパース性というのはどういうことを意味するかというと、最近圧縮センシングである空間においてスパース性を担保して、その画像を超解像で復元すると。先日、鷲尾先生のお話もありましたけれども、あのような方法論がいろいろ提案されています。ラマンの場合にも、ある波数帯に限ればできるんですけれども、例えばこの脂質領域、これは2850改ざんのところですね。ここだとこれは実空間でスパースであることがわかります。で、ところが、このタンパク質のベータシート、アミドが見えるこの1683改ざんのところでは、これ実空間では非常に滑らかなんですね。なので、ここは実空間ではスパースではないということを言えます。で、これはヒトクロム C のがよく見える750改ざんのところです。この場合にはちょうどこの両者のちょうど中間のような形になっています。このようにスパース性を議論する場合においても、どの空間でスパース性を議論していいかというのが、波数帯によって変わっているというのが、言えます。これが大きな特徴の一つです。あともう一つ、ラマンの場合には、原理的に信号が微弱でありますので、ノイズの取り扱い、信号の揺らぎの取り扱いをちゃんとしないと間違ってしまうという性質があります。で、これが今お話しした、ラマン計測迅速化における問題点、データ科学の視点からの面白さであります。で、次に私たちが取っている研究戦略です。で、研究戦略としては、まずいろんな文献から既に明らかにされているものですけれども、ラマン分光イメージングデータから今考えている資料のがん、肥がんの度合いが識別できるということをまず前提といたします。これは別にがん、肥がんの識別に限る必要なくって、例えば品質管理において異常な部位が、高精度でラマン顕微観察で評価できる場合も、同様の手法が適用できます。で、今回この部分については紹介いたしません。これを前提にするということをここでは、宣言いたします。で、研究戦略がどういう戦略をするかというと、何を評価したいのかをあらかじめ定義いたします。この場合には、がん、肥がんを検出したいというふうに定義します。で、そういうふうに何を評価したいのかをあらかじめ設定できる場合には、すべてのピクセルにわたってスキャンするのは非効率的であり、むしろ、その知りたい情報のターゲットが決まっている場合には、各照射パターンにより得られたラマン情報を解析して、目的に際して、どのような照射パターンが次に最適であるかということを計測の途中で計算して、その結果を装置にフィードバックすることで迅速化を実現いたします。すいません。それが研究戦略です。で、これ、詳細説明いたしませんけれども、この詳細を書いた1枚の、ポンチ絵になります。計測と情報をコードに融合することによって、照射パターンをフィードバック制御して早く迅速化するという問題でありまして、例えばこれは後でも丁寧に説明いたしますけれども、ここに、ラマンの画像があるとします。
で、この場合にはラマンの画像をもう丁寧にスキャンした後の画像を書いてますけれども、実際のアプリケーションとしては、ラマンの画像をこれから検出するという立場です。で、まずラマンの画像をこのようにグリッドに切ります。1番からこの場合15番にグリッドに切ります。で、各グリッドに対して、がんの度合いが定量できるとします。でそのがんの度合いの指標っていうのは各グリッドを丁寧にスキャンした場合には1つの値が求まるというふうに考えます。で、まずはここに書いてあるこの青い点っていうのはまずはスパースに適当にランダムに照射して、データを得るということを意味しています。で、そうするとこのランダムにスパースに散布した段階で各グリッドに対してそのがんの程度を定量します。これは有限のスパースな散布で定量いたしますので、こういった分散を持ちます。で、ここで、緑がその期待値です。これは各ピクセルに対してラマンの度合いが求められて、各グリッドに対して複数のピクセルがありますので、分布を持ちます。で、それがこの箱ひげで書いたこのデータになります。で、このデータを参照することによって、こうするとある識位置を設けて、この識位置に上だったら、がんと判断して、識位置に下だと、肥がんと判断するというふうに設定をします。そうすると、このデータを見るだけで、例えばこの7番目というのは、箱ひげの図が上の方にありますので、これはもっとサンプルすると、この識位置が上に行きそうだということが読み取れます。というので、この7番目はもしかしたらがんかもしれないというのは、この段階ある程度推定できるわけですね。で、そういった情報を生かして、次の照射パターンを決めます。で、その照射パターンを決めることによって、また新たにこの分布が求まります。で、それを継続することによって、最終的に、照射するグリッドを絞めていきます。でここで重要になってくるのが信頼上階信頼下階の、解析階です。信頼上階信頼下階というのは本来は分布関数が決まってないと求まらないんですけれども、このバンディット手法で使われている、話では理論ではこの信頼上階信頼下階を解析的にその有限のサンプル点の時に、評価することができます。でそのこの信頼下階信頼上階の解析階を利用してこのようにスケジューリングしていきます。で以上が研究戦略の大筋です。じゃあ先ほど書いてあったその盗賊の絵は一体何を意味するのかとか、その多万バンディット症とは何かということをこれから時間をかけてご紹介いたしたいと思います。これも情報系の方に関しては社会説法なんですけれども、計測系の方も多くご覧になっていただいているというふうに理解してますので、まずは強化学習とは一体何かということを簡単にご紹介したいと思います。機械学習のタイプは、教師あり、教師なし、強化学習の大体3つに分かれます。で、この分類は、教師あり、教師なし学習はデータが事前に存在することを想定しています。この強化学習はデータは事前に存在しない状況を指します。で、教師あり学習というのはラベル付きのお手本データから学ぶというものです。教師なし学習というのはラベルのないデータから学ぶというものです。で、強化学習というのはそもそもデータがないので、試行錯誤を繰り返しながら効率のいい行動を学習するというものであります。この、タワンバンディットというのはこの強化学習の一つに属します。で強化学習を簡単に書いたものがこれでして、例えば、掃除ロボットがここにあるとします。で掃除ロボットを今の場合にはエージェントと呼んだり、意思決定主体というふうに呼んだりいたします。で、この掃除ロボットと環境がお互いに相互作用しながら、掃除ロボットはどういう戦略を取っていいかということを学んでいくというふうな形になります。で簡単に言いますと、掃除ロボットが環境、この場合には我々の、家の部屋であるとか、研究室の部屋であるとか、そういうものを指します。で、掃除ロボットは、最初にプログラムされた行動のうちから何かの行動を選択します。で、その行動を選択することによって、環境から報酬を得ます。報酬というのは、例えばどれぐらいゴミが拾えたかというようなものです。
そうすると、エージェントはこういう行動をするとゴミが拾えるということを学んできます。で、選択した行動が良ければいいほど得られる報酬が大きいという状況を学ばせていくことになります。これはなぜ重要かというと、最初に各、家の間取りであるとか、研究室の間取りをプログラムするということは不可能です。なので、そういったものがない状況の中で、どういうふうな掃除の仕方をすればいいのかということを、事実的に学ばせるという学習になっています。で、そのうちの一つがタワンバンディット手法というものでして、簡単に言うとどんなものかというと、これ、さっきのこれ全く同じです。環境の部分にスロットマシーンをここでは想定します。で、なんでバンディットというかというと、バンディットというのは英語で盗賊を意味します。で、なぜ盗賊っていう言葉が出てくるかというと、盗賊はお金を盗んでしまいます。なので、ある意味悪いやつなんですね。で、このアルゴリズムの標識の中でよくアームという言葉を使います。アームというのは、この環境を盗賊と見立てたときに、環境がスロットマシーンと。で、環境のスロットマシンには一個一個こう手がついています。なので、この手のことをアームと、ワンと呼んだりします。で、ワンにしろ、盗賊にしろ、お金を盗む悪いやつだということになります。なので、タワンバンディットと普通呼ぶ場合には、複数のスロットマシンを想定することに対応します。で、そのスロットマシンには、報酬の多い、少ないスロットマシンの腕が存在します。で、少しちょっと考えてみたいと思います。皆さんの目の前にスロットマシンが境内あるとします。で、スロットマシン一個一個に対して当選する確率 μ1、μ2、μ3、μk が与えられているとします。ただ、プレイヤーである皆さんはこの値を知らないとします。で、なので、カジノに行ってお金を投じて、どのスロットマシンにお金を入れると、お金が取れるかということを考えながらゲームすることになります。で、報酬は当たったらば1、外れたら0というふうに考えます。で、ここで、そのあるプレイヤーは最初に1番目のスロットマシンを引いたとします。そうすると、このプレイヤーは、幸運なことに今、報酬をこのスロットマシンから得られたとします。得られたので1とします。で、次、まだお金があるので、プレイヤーは次のスロットマシンを引くかということを考えます。で、今度は隣のスロットマシンを引きます。そうすると、隣のスロットマシンは何もお金が出てこなかった、コインが出てこなかったということになります。この、2回の試行の中で、プレイヤーが分かったことは、1番目のスロットマシンはお金が出た。2番目のスロットマシンはお金が出なかったということが知見として得られます。なので、プレイヤーはもう1回1番目のスロットマシンに立ち戻ってコインを入れたらお金が出たというふうになります。ただ、ここで考えるのが、じゃあ、プレイヤーはこの1番目のスロットマシンにどんどんコインを投入するのはいいのか、それとも3番目から境内までの他のスロットマシンにお金を投入したらいいのかということをここで悩むことになります。で、このタワンバンディットのアルゴリズムというのは、その都度得られた情報を参照しながら、累積報酬ができるだけ最大になるようにスロットマシンを選ぶというアルゴリズムになります。はい。で、このタワンバンディット手法の応用例というのは、いろんなところに、ありまして、例えば医療応用でありますと、患者に対する薬剤の候補が与えられたときに、一個一個の薬剤が、これがスロットマシンのアームに対応します。で、目的としては、治癒する患者の数を最大にしたいと。そういうときにこのアルゴリズムが実際には適用、一応可能です。あとはインターネットの広告。これはどういうことかというと、インターネットでどの広告を載せたらいいのかと。で、どの広告を載せたらば一番ヒット率、クリック率が高いかってことは事前に我々は分からないわけです。分からないわけですけれども、このサイトを運営する人からすれば、いろんな広告
ックがある中で、どの広告を見せると一番クリックしてもらえるかということを考えるときに、同じように、このターンバンディット手法のあるアルゴリズムが使われます。この場合の目的は、クリック回数が最大になるような広告を選択するというものです。他はオンラインルーティング。これはソースから目的までの経路があったときに、累積する時間ラグを最小にするという、まあ、これだけでもいろんな例があるんですけれども、今回はこのクリニカルトライアルを例にお話をしたいと思います。で、ここでは皆さんが、お医者になった気持ちに、お医者さんになった気持ちにいてください。で、今、皆さんの目の前に1000人の患者が待機しているとします。で、今、この患者さんの、病状に対して、いろんな薬品会社が、薬を4つ持ってきてくれたとします。で、このうちの4つの薬のうち、どれが一番効くかということは、まだ事前にわからないとします。で、この時に皆さんはどうやってこの4つの薬をこの1000人の患者に投与するかということを、まあ、念頭に置いてください。一番よろしくない戦略としては、とりあえずどの薬が一番効いているのかということを理解するためには、均等に250人ずつに投与すると。いうことを、まあ、想定したとします。で、今、薬の中で1個は効くけど、他は効かないという状況になったときに、この場合、1000人のうち250人の人だけが治って、他の人たちは犠牲になるということになります。なので、こういった、投与の仕方っていうのは非常に賢くないことを意味します。で、当然ですけれども、お医者さんはできるだけ多くの患者を治したいというのが当然あるわけです。で、ただ、お医者さんはどの薬がどう効くかということは事前にわからない。じゃあ、どうやってこの薬を各患者に投与していって、この目的を達成するのかというのを、どういうふうに考えるかということなんですね。で、この時に、タワンバンディット手法のアルゴリズムが使い得て、それは、このような式が実際に ある仮定の下で存在します。この式の意味は何かというと、このミューアイハット、カッコの t と呼ばれているものは、これ単純な標本平均を表していまして、どんな標本平均かというと、全部で治験数 t、今まで、治験した患者の総数が t とします。t に治験をしたと。で、t に治験をして、その時に薬剤 i を投与することによって、その患者が治ったか否かと。治った治癒率の確率ですね。治癒率の標本平均がこれに対応します。で、これは普通、実験すると、通常簡単に求められるものです。で、ミソがこの部分でして、これは、患者の、治験数が少なければ、そのがどれぐらい治ったかどうかっていうのは、統計的な曖昧さが当然残ります。この統計的な不確かさを表現したものがこの値になります。で、このサンメーションが信頼上階に対応するものです。で、この統計的な曖昧さのこの式は、どういうふうに考えるかというと、こう考えます。この NIT というのは、I 番目の薬を、全体で治験数 T のうち何人の患者に投与したのかというのが、この NY-T というものです。で、NY の値が大きければ大きいほど統計的な信頼差はどんどん増してきます。逆に NY が小さいと統計的な曖昧さが大きくなっていくと、そういう量になっています。で、このログ T というのは何かというと、全体の治験数の数です。なので、この式はどういうふうに考えるかというと、仮に、お医者さんが1番目の薬を投与することによって、標本平均が悪かったとします。そうすると、お医者さんはとりあえず1番目の薬を投与するのをちょっと控えます。ただ、1番目の薬を投与した患者の数は、例えば5人とか3人とか少ない数だとします。なので、統計的にどれぐらいそれが正しいかわからないわけですね。なので、ログ T というのは全体の治験数の数が増えていくと、この1番目の薬に対する信頼的な、不確かさが緩やかに上がっていくので、どっかのタイミングで、やはり昔失敗した1番目の薬もちょっと投与しなくちゃいけないっていうふうに、
いざなわれることになります。という、こういった式を使います。で、こういったのを知識利用と探索のトレードオフと言います。知識利用というのは、今まで得られた標本の知識を利用して、現時点で平均報酬の一番大きな腕を選択する。で、探索っていうのは今まであまり選択されてない腕を選択すると。で、知識量が少ないといい腕は選択できない。で、探索が少ないと本当にいい腕を見落とすかもしれないという、そのバランスを上手に取らなきゃいけないというトレードオフの関係があります。で、以上がこのターンバンティット手法の、ご紹介でした。で、じゃあ、ラマン計測迅速化にこれをどうやって生かすのかという、ラマン計測迅速化のバンディット手法の戦略についても述べます。で、先ほどは、治癒効果がある、敷地よりも高い薬剤を同定したいという問題を考えたときに、薬剤がありました。で、一人一人の患者に一つの薬剤を処方するという、これはちょうどバンディットでいうところのアームを一回引くと、スロットマシンのアームを一回引くということに対応します。で、薬剤 I を投与することによって治癒率 μI の標本平均を求めると。これに対して、ラマン計測の場合にはこう考えます。この、治癒率の高い、薬剤が同定するということに対して、がんの確率がある敷地よりも高いラマン画像部位を同定するというふうに問題に置換します。で、薬剤の代わりにこのようにグリッドに切って、でグリッドを薬剤というふうに見立てます。なので、ゆっくりと一個一個がこのスロットマシンのアームになります。で、一人の患者に一つの薬剤を処方するっていうのは、ちょうどグリッド I 内の1ピクセル上のラマンスペクトルを計測するということに相当します。で、薬剤 I 投与によって得られる標本平均 μI っていうのは、グリッド I のがん確率 μI の各ピクセルに得られた値に対する標本平均というふうにちょうど置き直すことができます。このように対応させます。で、もう一回説明しますと、まずは資料を小区画のグリッドにこのように分割します。で、まずは小区画の一部をこのように計測します。そうすると各グリッドに対して、そのがん度合いに対しての、標本平均、並びに信頼上界、信頼下界を求めることができます。で、その情報を利用して、今度は装置系にフィードバックして、じゃあ、どの領域の区画をよりいっぱい、測定するかということを学ばせます。で、その情報をもとに、照射パターンを決めます。で、照射パターンを決めたことによって、またこれを計測するわけですね。で、計測して、標本平均、信頼上界、信頼下界を更新します。それを繰り返すことによって、がんの度合いの高い領域だけを、他を見落とすことがないように選択して測定するというアルゴリズムになります。で、アルゴリズムの詳細については、この論文に記載されてますので、興味を持っていただいた方は、ぜひご覧いただければと思います。今回、その概略について述べます。まず、この縦軸が、がん指標の値を示します。で、そこに対して我々は敷地、シータ U、シータ L を2つ設定いたします。で、がんのグリッドの定義というのは、この μI、μI がシータ U よりも大きい場合を、それはがんのグリッドというふうに同定します。で、肥がんのグリッドというのは、シータ L よりも下の値を持つグリッドを肥がんのグリッドというふうに同定します。ちなみに、この μI というのは、μI ハットではないという意味は、この μI というのは真の、平均値を意味します。で、グレーゾーンを設定して、グレーゾーンの場合には、がんでも肥がんでも構わないというふうに設定いたします。で、この場合は診断ですので、診断に即した問題設定をする必要があります。で、その設定は以下のようなものであります。もし少なくとも一つがんグリッドが同定できれば、その画像はがんであると判定して、計測を即座に停止することを可能とします。で、すべてのグリッドが肥がんであれば、その画像は肥がんであると判定して、計測を停止するというふうに設定します。で、大事なのが、いずれの場合も許容後診断率をユーザーが設定することができて、その許容後診断率のもと少なくとも
1マイナスデルタの、あ、これ字間違ってます。精度で判定することを保証するようにアルゴリズムを設定します。で、どのようにその、その測定を停止するかということをもう一回述べますと、もし、ある、グリッド I、グリッド I、ここでは1と言ってますけど、あるグリッド I に対して、このような条件が判定されれば、ガンと診断すると。それはどういうことに対応するかというと、ちょうどこういうものに対応しまして、今、K 個のアーム、K 個のグリッド柄とします。もし、この2番目のこのアームが、こんなふうに箱ひげがなってくれれば、これはもうポジティブと判定するというふうに考えてください。つまり、この2番目のグリッドをもう1回、測定すると何が起きるかというと、この、箱ひげの上下の値がどん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 縮まって、シュリンクして信頼感が減っていくんですね。減っていって、これが全体的に、ここら辺に最らしい平均値が前進してきます。なので、この段階で1マイナスデルタの信頼度で、ここでもうストップしても構わないというふうに、これから読むことができます。で逆にこっちは全部飛眼の画像になります。飛眼の画像の設定も同じようで、このシータ U よりも、この信頼上階が低ければ、これもう一回測定すると、この信頼区間が狭まるだけですので、この段階でやめることができると。でこの場合の信頼上階、信頼下階の、標識も我々が導入しました。それはこんな形になります。先ほどと違って、ここログ T ではなくて、このような値になるということは、今度は、デルタという、識別精度を許容したことによって、問題の設定が若干違ったことに由来するものであります。ただ、この、その I 番目のグリッドを測定する回数が高ければ、それだけこの、統計性の曖昧さが減っていくという、この部分については同じ、効果が得られています。で、これ先ほど説明しましたので、これちょっと割愛いたします。この赤いところが、この赤は本当は分布観察が分かんないと求まらない信頼上下下界なんですけれども、それは近似的に求めることができていて、回数を増やしていくと、ちょうど箱ひげのちょうど上下、4分の1、4分の3のクォータイルにだいたい似てくることがここから分かります。で、このようにガングリッドを同定できると。でこれは、このアルゴリズムのフローチャートになります。フローチャートは、まあ、簡単に説明いたしますと、まずグリッドの数を決めると。1の数を決める。これを K と決めます。であと、ユーザーが許容後診断率、間違ってもいいよという確率デルタを設定します。で、θ U、θ U の式位置を設定するのが一番最初のステップです。でこの A というのが、がんである可能性がある集合の、集合を意味します。で、まず、この集合 A から、無作為にどのグリッドをじゃあ計測するかということをまず選択します。この選択の際には、トンプソンサンプリングと呼ばれる、手法を用いてサンプリングします。で、各グリッドに対して、今でいうところのがん指標を評価します。でここはがん指標がもし θL よりも、θL よりも、θL よりも上だったらば、これはもうがんだと判定して、ここで停止をします。もし、その、アーム IT がもし、がんでなければ、がんと判定できない場合には、今度はじゃあ、今度それが非がんと判定できますかということを判断します。で非がんと判定できれば、この集合 A からそのグリッド、そのグリッドの候補を省きます。もしまだ十分識別できなければ、またそれを繰り返すというようなアルゴリズムになります。なので、この停止条件は資料ががんである場合、あとはこのようにして最終的に、このがん候補の集合がゼロになった場合には、エンプティになった場合には、これは資料ががんでないというふうに判断して終了するというふうなアルゴリズムになっています。で、ここで問題になるのが、じゃあどうやってグリッドサイズとか式位置を求めたらいいんですかというのが当然問題になってきます。で今回は以下のように、設定いたしました。これの見方はどういうふうに見るかと言いますと、これが、今考えている訓練データのラマン画像に対して、グリッドのサイズを
任意に決めていって、このグリッドサイズ G に対して各区画の、区画の μi、μi というのは真の、平均値です。真の平均値を求めてあげて、それの最大値を fg というふうに設定いたします。で、これが横軸がグリッドサイズの g でして、この縦軸が今設定した fg の関数値になっています。で、今ここに上に書いたのは、この上に書いたこの線は、がんとお医者さんが識別されたラマン画像に対して求めた、値になります。つまり、これデータががんのラマン画像ですので、この μi という値は非常に大きな値を取ります。で、下にあるこの線は、お医者さんがこれ、肥がんですよというふうに言ってくれたデータになります。なので、肥がんの場合には、この μi が当然小さくなります。なので、この μi の最大値が小さい値を取っていることが分かります。で、今の場合に C 対応、C 対応をどうやって決めるかというと、ちょうどこのがん、画像の中での一番低い値。これがこれですね。がん画像の中のミニマムの値。あとは肥がん画像のマキシマム値を取ってあげると、このグリーンゾーン。グリーンゾーンというのがちょうどここにはデータがないことを意味しますので、ここで θL、θE を設定します。つまり θL を設定して、これ以下であれば、これは肥がんだと判定できますし、θU より上にあれば、これはがんだというふうに設定できることになります。このように、まずは訓練データに対して θU、θL、並びにグリッドサイズを決めました。で、これは今回を示すのは、これシミュレーション結果ですけれども、今からシミュレーションを示しますんです、します。で、これ横軸がグリッドのインデックスです。で、こちらがそのラマン画像ですね。で、こちらがグリッドインデックスで、縦軸が信頼区間、μi、μi の値、信頼区間を表すものです。で、ここで赤い点が、今までの時刻 t までに計測された点で、青い点が時刻 t に計測される点です。で、今、グリッドのインデックスをこういうふうに書くとします。で、例えば、ここら辺はいっぱい計測されてますので、相対的に信頼区間が、短くなっています。ただ、この場合、いずれもこの今設定した θU、θL に対してはまたがっているので、まだどれも同定できていないという状況になります。あ、ここもいっぱい測定したので、ここら辺の信頼区間が小さくなっていることがわかります。同じものができました。で、これは何度かしたときに、何度かすると、ここをいっぱい計測するので、このグリッドというのは θ よりも上になったので、この段階ではここはもうがんになりましたよと、がんと判定されましたよということなので、それはここにがんの細胞がの区画が、がんの細胞を、がいっぱいある区画がありますよということで、ここで測定をやめるという形になります。で、これをシミュレーションしたものがこれでして、はい。上が甲状腺露胞上皮細胞核、肥がんの、画像です。で、下が甲状腺露胞がん細胞核のラマン画像で、これががんの画像です。これはシミュレーションなので、今、正しいラマン画像が手に入っているというふうに仮定して、その情報を使っています。ただ、その時に使う情報は、この点状のラマンスペクトルしか使ってないというような形になりまして、例えば、肥がんの場合には、すべてのグリッドがこの θL よりも下になったので、この段階で測定を停止することができて、この場合には、点スキャンよりも400倍早いと呼ばれているラインスキャン型に比べて、さらに11倍ぐらい早くなっていると。いうのが上のシミュレーション結果でして、下の場合にはこのがんの画像です。これもラインスキャンに比べると 26.7 倍高速になっているというのがこのシミュレーション結果です。もう一回せっかくなのでムービーを示しますと、大事なのは測定しながら信頼上階、信頼下階を解析的に求めて、次の照射パターンを決めて、迅速化するというものであります。でこれをまとめたものはこれでして、上が、
これは肥がんの画像です。下ががんの画像ですね。大体これぐらいの迅速化が達成できてます。なので、ここで理解できるのは、何を検出したいのか、例えば識別診断です。が、事前に設定できれば、全領域をくまなく丁寧に測定する必要はなくて、かつ診断識別精度を担保しながら継続することができるというものであります。で、計測と情報の融合によって初めてできたものが、このように、従来の点スキャン型、ラインスキャン型に比べて、がんの画像、肥がんの画像、これぐらい高速化できています。このデータはちょっと昔のデータなので、もう少し今早くなっています。で、あともう一つ、後でご紹介する分類バンディット問題というものを発見して、それを定式化することも私どもいたしました。これ後でご紹介いたします。で、我々の研究はここで止まらなくて、次、これを生かしたラマン顕微鏡システムを実際に開発しております。で、ラマン顕微鏡システムに対する要求はどういうものかというと、資料上の任意の箇所を計測できなくてはいけないということ。あとは、計測データを即座に解析し、最適な計測条件を決定できるということ。で、解析結果に基づいて計測条件をダイナミックに制御可能なこと。これを満たす条件として、我々は、プログラマブル証明を可能とするラマン産卵顕微鏡を構築し、それをオンザフライラマンイメージスペクトスコピーというふうに命名いたしました。これはここに掲げているのは共同研究者の阪大の藤田先生のグループの方々です。で、これはその概略図になります。まずは、パターン、プログラム証明でラマン分光を計測します。で、計測して、そのスペクトルを解析、診断して、診断が確定すればそこで即座にやめると。で、診断確定しない場合には計測が必要だということで、じゃあどういう照射パターンが必要なのかということを計算して、パソコンで計算してあげて、その決めた照射パターンを、この空間位相変調器、SALM で形成して、それをもう一回ここに戻すということをやって、迅速化いたします。で、これがその実際の実機の写真になります。で、今回はポリスチレン、あとはアクリル樹脂、PMMA ビーズの混合系に対する概念実証計測を少しご紹介いたします。今夜ラマン計測の条件、バンディットのパラメータはここに書いてあります。で、今、この、緑で囲ったものが PMMA ビーズで、これは2マイクロメーターの半径を持っています。で、PS ビーズは1マイクロメーターの半径を持っています。で、今、この画像で、この PMMA をガンだというふうに見立てて、この点の小さいところの PS を肥がんと見立ててあげて、この画像を丁寧に全部スキャンするんじゃなくて、ここにはもうすでにガンの、ガンがあるので、ガンを測定した段階で即座にやめるというのを実際に、計測してみました。これは、その実際に、計測している中で解析している結果であります。で、青の点が今照射したパターンでして、その照射することによって各グリッドのがん、この場合は PMMA の度合いを評価してあげて、PMMA の度合いの高いグリッドを戦略的にどん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 照射点を増やしていって計測して、この画像に PMMA が含まれるか否かということを判断しています。で、この場合に、ここで囲ったこの区画ですね、ここに PMMA が存在するということが、デルタ、今設定したデルタの範囲内で診断できたので、ここで提示したというようなものになります。で、確かにこうして見ますと、この部分を拡大したものはこれですけれども、ここには、PMMA のスペクトル、PS のスペクトルが見えて、確かにこの PMMA が測定できていて、で、その段階で即座にやめているということが、これから読んで取れます。で、我々はこの他に、最近、バーコードバンディット手法というものも設定しました。詳細はちょっと割愛しますけれども、この二次元の照射パターンの場合には、
計測系の方で、点の間が短いとクロストークが起きてしまったりするんですね。で、そのクロストークが起きてしまうために、アルゴリズム的には2次元の方がいいんですけれども、計測の値の信頼性がどんどん落ちてきます。もしくは、クロストークがないように点をスパースにしなくちゃいけないという欠点がありました。でそれに対して我々は、ライン証明をちょっと展開することによってできる1次元のバンディット手法。つまり、このライン証明のこの場所を任意に変えるんですね。で任意に変えるときにどこにどう変えたらば、その診断を迅速化できるかというふうに考えることによって、同じようなアルゴリズムができます。で、これはその1次元のバーコードバンディット手法による、オンザフライラマイメージスペクトロスコピーの実際の実行している状況にを意味します。このように、これ無作為に場所を選んでるんではなくって、それらしい場所を選択的に選んでいて、選んでいる計測になります。あと8分ですね。で、これは実際に、藤田先生のところで評価いただいた、どの部分にどんな時間が実際にかかるかと、で、どの部分にどんな工夫があり得るかということを、まとめていただいたものであります。これはちょっと時間の関係上ちょっと割愛いたします。で、分類バンディット問題っていう問題を少しご紹介いたしたいと思います。先ほど、計測と情報が融合することによって初めて見出されたものは何ですかといったことに対して、我々は分類バンディット問題っていう問題が存在していることを、独自に見出しました。どういうことかと言いますと、仮にラマンで丁寧に全スキャンしたとしても、その区画が 100% がんなのか否かというのは、そこは、物理の過程として 100% がんである場合、もしくはがんでない場合は実際にあり得るということになります。で、先ほどのここの場合にはある、指標よりも上だったらば 100% がん、下だったら、石で下だったら100% 肥がんというような訓練データがありましたけれども、そもそもこのグリーンのゾーンがちょっと、ない場合、グリーンのゾーンがある、集合については設定できるけど、ある集合については設定できなくなる場合が一般にあり得ます。で、そういう場合にも使えるように手法を改良いたしました。それを分類バンディットと呼びまして、今この、このプロシーディングにその内容を、掲載しております。端的に言いますと、分類バンディット問題は、偽陽性、偽陰性による誤診断を、容認した上で、どういうふうに展開できるかというものであります。これは横軸がん指標、こっちは、薄い青が肥がんのその、確率ミスと関数です。で、この緑っぽいのはがんの確率ミスと関数です。先ほどの話は、ここに明確な識値があることを想定していたんですけれども、実際にはこのように部分的に重なっている場合があり得ます。なので、分光計測において、高解像であっても、所望の情報を 100% の精度で得られる保証は一般的にはない状況。つまり、一般的には偽陽性、偽陰性がある程度存在する場合があり得ます。例えばこんな場合がそうです。例えば偽陽性が 10% の場合、細胞10個を評価します。で、今実際にはこれは肥がんの画像だとします。で、肥がんの画像をラマンを使ってがんか否かということを診断するときに、10% 偽陽性があるということは、実際には肥がんなんだけれども、10個に1個は間違ってがんと判断したということになります。先ほどの設定では、1個でも区画1個が癌であれば、これは癌の画像だというふうに診断するというふうに問題を設定しましたので、これは、こういうふうに設定すると、間違った診断になってしまいます。で、それをどういうふうに解くかということなんですけれども、ここに書いているのはコンフュージョンマトリックスと呼ばれているものなんですけれども、簡単に言うと、このトゲトゲが癌の細胞だと考えてください。で、赤い細胞がラマンによってがんというふうに診断されたもの、青い色がラマンによって肥がんと判定されたものです。
で理想的には、トゲトゲのがんの細胞を正しくがんと判定されたこの true positive、肥がんの画像を正しく肥がんとされ、評価された true negative、この値しか持たずに、ここのフォルシュポジティブ、フォルシュネガティブはないのが一番理想なんですけど、ここには実際に値を用います。で、こういう場合、どういうふうに問題を我々は取り扱ったかというと、こういうふうに考えました。偽陽性、偽陰性を考慮しながら、許容後診断率というものを設定して、それを保証しながら診断を行うには、どうすればよいかと。で、一個でも、がんである区画があれば、がんと判断するということは、まずはやめなくちゃいけないというふうに考えます。なので、がんである画像、肥がんである画像の条件を変えてみました。で、詳細は、割愛いたしますけれども、がんの画像っていう、がんの画像というふうに判定するのは、今、N1、N2 という2つの数字を用意して、先ほどは N2 が1個でもあれば、がんと判断しましたけれども、ここは N2 個、これ変数します。N2 個以上存在する場合には、がんと判定しましょうと。で、肥がんは逆に N1、N1 よりも少なければ、これ肥がんと判断しましょうというふうに問題を少し緩和しました。ただ、ここにお示ししたのは、1個がんの画像が入っています。実際、医療診断をしたときに、がんの画像が1個あったとしても、それを直ちにあなたはがんですよというふうには想定しないということにちょうど想定いたします。まあ、このように、N2 が0とかではなくて、N1、N2 にある遊びを持たした中で、その中で診断できるかどうかというふうに問題を置き直してみたわけです。で、そうして、あとちょっと時間をしてきたので、ちょっと割愛せざるを得ないんですけれども、まず問題の設定としては、偽陽性、偽陰性を考慮した場合に、N1、N2 を変数として、N1、N2 を変数とした中で、診断ができるか否かということを評価するように問題を追加しました。でこれはある条件の下で、1つの識値による診断と、等価であることを、証明しました。でこれはどういうふうに考えるかというと、この問題設定を解くために、今、式位置を2つ用意したんですけれども、1つの式位置、ラムダだけで済むように問題を変えました。で、ただ、これは常にこの、1つの式位置の問題に還元できるかどうかというと、それは必ずしもそうではなくて、偽陽性、偽陰性が高い場合、N1、N2 が近い場合、あと、デルタ P、デルタ N という許容後診断率があまりにも小さい場合というのは、そもそもこのように、還元できない場合、できない状況があります。また、こちらでも、デルタ P、デルタ N の値によっては、そもそも診断ができない場合もあります。で、これは、その結果なんですけれども、例えばこれどういうふうに見るかと言いますと、還元可能な領域とであるか否かということを、ここではカタログ化することができます。この true positive のパーセンテージ、true negative のパーセンテージがこのように、全く1じゃない場合、どのような N1、N2 のどのような値を設定すると診断可能かどうかと。でこの灰色、この斜線部分はそもそも診断ができないという領域になります。でこの領域は一応この枠の中で診断が可能な区画になります。このように、偽陽性、偽陰性があっても、ある条件の下では、診断が可能であるという領域が存在すること、あとその存在するこの境目が一応解析的に解けるということを、導出いたしました。時間来てしまいましたので、最後展望を述べて終わりにしたいと思います。戦略としては、今までお示ししてきましたように、このように計測を通して勝者パターンを決めることによって、迅速に評価してあげると。で、これは最新のデータです。最新のアルゴリズムで計算すると、これぐらいさらに迅速化が得られることが、分かっております。で、成果の基礎的な研究、科学技術イノベーションの貢献の見通しとしましては、ラマン分光計測の応用先というのは別に生態、系だけじゃなくって、半導体であるとか、燃料電池の材料であるとか、カーボン材料、または薬剤、
ポリマー、有機材料などに応用することができます。で、このアルゴリズムのいいところは、血管や異常箇所があれば、そこを迅速に検出してくれるというものであります。で、あと、このアルゴリズム自身は、ラマンに限定する必要がないので、もっと一般的なアルゴリズムになります。なので、アルゴリズム自身はいろんな可能性を秘めております。あとは、私が考える情報化、計測科学の展望です。まずは、シグナルノイズ比が低いデータからの知識発見に特化したデータ解析技術が必要であろうと。これはデータが保証していること、いないことをきちんと見分けること。で、私が持っている興味としては、そういった興味の対象となる機能を同定する重要な特徴の導出、識別規則を解析する技術。これも情報計測科学の中に必要な要素技術になります。あとは、私が今回お示ししましたように、計測をしながらインターディペンデントに解析して、計測機にフィードバックする、まさにオンライン技術ですね。そういった技術がこれから必要になってくるでしょうと。まあ、それ以外、いろんな展開がありえて、特徴空間の中で細胞を同定する評価、例えば周囲の細胞とどうも違うなと、周囲の細胞への影響力が大きな細胞だけを細胞集団の中から迅速に抜き出すような計測もありえると思います。まあ、そういった方法もあるじゃないかと。あとは、私が10年来いろいろやっている細胞が持つ背後にある高次元のエネルギー地形を早く再構成できるような方法にも、このバンディット腫瘍が使えるんじゃないかというふうに想像しております。で、最後、これ最も重要なプレゼンテーションなんですけれども、今回お示ししましたのは、私個人では到底なされるものではなくて、鷲尾先生も参画されている、このクレストの情報計測の、面々の共同研究があって初めてできるものです。で、今日のお話のメインは、アルゴリズム部分は北大の田端さん、あとは計測の方は、現在、阪大から京都府立医大に移られた望月さんと、一昨年企業に移られた、阪大から企業に移られた川越さんが、装置を開発してくれて、得られた知見になっています。この方々に感謝いたしたいと思います。はい。ご清聴どうもありがとうございました。鷲尾先生、お返しいたします。小松崎先生、どうもありがとうございました。あ、あで、りがことうごれ、ざいあましと、た。このですね、今回のこの講演ですが、今のこの質疑応答の部分を省いた、小松崎先生のですね、講演の動画を後日、セミナーのホームページと YouTube で期間を定めないで一般公開させていただきます。今日参加登録されて、参加されている方々には、後でメールで、その動画のですね、URL 等もお伝えいたします。こちらもご参考ください。で、あと、これからのセミナーの予定なんですけども、次がですね、第3回ということで、7月31日にですね、これ土曜日です。同じく土曜日10時半から、お昼前まで、東京大学大学院新領域創生科学研究科の岡田先生にですね、ベイズ計測というテーマでお話しいただくことになっておりますので、こちらもですね、ふるってご参加いただければと思います。まあ、ご登録いただいている皆様にはですね、メールアドレスでこちらの講演についてもまた案内を送りいたします。で、これからも、またこのシリーズは続きまして、現状ですね、最低でも、今回、まあ、2回目ですけども、第1回からですね、18回まで、18人の講演の予定を今、練っているところです。まあ、これからずっと月に2回ぐらいのペースで、来年の2月か3月ぐらいまで、継続させていただいて、もし、まあ、またそこで好評であればですね、来年度以降もさらに、続けていくということもあるかもしれませんが、現状では、来年の2月3月まで18人の先生方に延べ、登壇いただくことになっておりますので、ご期待いただければと思います。それではですね、本日の情報計測セミナーはですね、これでお開きとさせていただきます。皆様どうもご参加ありがとうございました。今回も非常に多くの方に参加いただきました。どうも小松崎先生、それから、
質問いただきました。皆様どうもありがとうございました。追加でご質問があるって方、もしいられたらですね、セミナーのホームページの一番下にですね、連絡先として私のメールアドレスがありますので、そちらにメールを送っていただければ、例えば小松崎先生にご質問があれば、私の方から取り次がせていただきますので、もうちょっと時間がないというで質問できなかったという場合はですね、ぜひ質問をお寄せいただければと思います。どうかよろしくご理解ください。どうも本日はありがとうございました。これで終わらせていただきます。失礼いたします。ありがとうございました。小松崎さん、ありがとうございました。